ポチさん。ポチポチさん。オケイツイトいします。はい、ひときも。お願い、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 お 月曜日ですか皆さん。四月一発目。はい。ってことは四月一発目ってことが。つまりは、そう四月一発目ということは、四月最初にやるっていうことやな。つまりは。四<う>、うん、月一発目ということは、えー、要するに四月最初の配信だということです。そういうことです。そういうことやな。てことは四月一日ってことか。 ん、うん、うんは始またもう一ってんか早くリツイートし <laughs> <は>あリツイートしやがるこいつそれ違うね始まったから早く来てね、うんうん、<laughs> 4月になって初めての月曜日ってことじゃないですか<し>そうそう四4月初めの生放送生放送だよ4月初めの生放送 4月一発目の月曜日ラジオということですね初めての生放送だよ、うん、はい、はい、おしゃれツイートカン,ンさ皆さんね<い>、えー、この最近は、うん、つい昨日と一昨日ですかそうですね、うん、僕ら旅行でフランスに行ってましたね確か そうなんですよ。行っちゃったんだ。感染大爆発の中。この子のご時世、フランス行っちゃった。危ねえ。そうなんですよ。危ないですね。はい。まあ先週の月曜日から、フランスにね。の1週間の間に、4公演あったのよね。そうだね。4泊6日ってことですね。つまり。はい。んなんて、どういうこと ?4 泊6日ってことですよね。 移動を含めると真面目なこと言えよお前は今日はふざけてばかりいるんじゃねえぞウラ逆。自分で突っ込んどる。いや、みんな疲れてるな。リーダーたるもの自己完結型カタテゴですね。そうやな。それは違い。ジモンジトムゲンクゲンヤバイザチョンワンショーイングリエテ ねもう行かせてもらって、兵庫をもらって、兵庫をして神戸、神戸、神戸、とあ神戸、神戸ですよ。なんか、ライブしのほどしてるよな、今週。ねえ、先週か。先週ね。ねえ、一週間のうち、4日間は、ほぼ初なのか、初初体てないね。こう 同列隊ぐらいの頻度よね確実になんかね去年去年じゃないや2019年シャッフルシャッフルかの時にパシフィック横浜だっけあそこら辺でやった時なんか5回ぐらいライブしてた気がすんだよなあマジかやってたやってた結構連続でやってた曲あるもんんかやばかったあそこはなんかそうかじゃあそれは超えられてないわけやけども かなり近いところまで行ったの、久しぶりに。そういうことでござる。めでたい。はい、めでたい。すごかった。でも、喋った感じさ。みんなテンションも全然落ちてないし、声も全然無事やし。全然ダメージ受けてない感じして、いいですね。めっちゃダメージ受けてるわ。えあれ。そうなんすか。マジで。ガチで。受けてるどこ受けた、どこ受けた、どこらへん。いや、なんかね、高い気が出ないのよ。 そうそうそう今なんかこうやって地声とか裏声は無事なんだけどんかそのミックスみたいなそういうんか微妙なあの技みたいなねあれになると全然やっぱね調子悪いなるほどね休暇が必要やなそう俺はもう筋肉痛があるよやっぱりあららどこ来たどこ来たのどこ来たの足が来に来てるね。足か。あのど 膝にや、筋肉痛。ひざ、ひざにやを受けた。俺は普通に眠たいよ。は？お前それさ、何言ってんだお前。バカじゃねえ。ずっと言ってるよね。いや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 。眠たい。だからライブで、なんなん？ライブを連続でこなしたからこその疲れが溜まっていてっていうのは格好にやんねえ。 いやいや、ちゃうって絶対いつも言ってるってな。もうなんか好きあれば眠むとって言ってるって。このおじさんね、常に遊びするからね。そうよ。遊びって多分個人さんって、頻度が高い人と高くないとたまたま自分らが低いだけだって、多い人ばかりするのは違うんじゃないのかなと思うんだけど。それは、申し訳ない。シアローカバーにしてるだけだ。シローカバーカバー。 マーシーシはどっか体調あるかある俺ね肩周りとか首周りとか上半身が筋肉痛がもんあと右あーそれあれやろやっぱ右,のの右手だけずっと鍛えてるからちょっ手やキングラーみたいに右手だけでかいんだよ <laughs> で説明しようマーシーはライブ前に右手だけを鍛える性質がある、はい <laughs> いやいや,いやダンベル<や>ダンベルがねちょっと解説ちょっとねマジかわいそうだからちょっと救ってあげたいけど<う>多分ね、うん、最初は右手を確かに多分重点的に鍛えてたんかもしれへんけど <laughs> 裏さんにね <laughs> 突っ込み入れられた後ちゃんと平等に毎回やってんのよ <laughs> <う> <laughs> ちゃんと平等に毎回やってんのに裏さんに毎回 また右手だけ鍛えてるって言われてで仙台がその後に「カニーニャルでカニーニャルでって言って <laughs> いつもいじられてる <laughs> <laughs> あのダンベルがねその浦島坂田線の楽屋に、ね、ていうかもともと楽屋じゃなかったんやけど、うん、そのまあライブ前のアップの用品としてちょっと持ち込んでもらっててそのダンベルをいつしかかまわしが楽屋に持ち込むようになってそう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 であのであそう,そう持ち込むようになってたらいつの間にかスタッフさんがもう事前に置いてくれるようになって。

そんな感じです。うん、そんな感じでございますよ。そんな感じやな。はい。あれ、センさんは何がダメなんでしたっけダメじゃねえ。眠気。眠気か。ずっと言ってるよな。いや、なんかさ、ずっと最近眠たけんねん。夜、夜寝ろ。あれ、あれちゃん、何無呼吸症候群起きてるんじゃ。いやいや、もう治ったから。え、出せよ。ああ、昔されたもんね。そう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 。 なんかな,なんかまた最近もアプリつけて確認してるじゃんと。さあ、出ただけだからあれは、もうよっぽどやばい時にやってたけれども、うん、もうあのやってもね、全然計測できんようになってからやめてやれ。うんそうなんやね。<ー>そ,うそ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 う。だから俺、こんだけやっぱ眠気があるってことは、多分俺、もしかして、ナル子プレッシーかもしれんわ。ああ<ー>、<laughs> う,うち寝てるやつ <laughs> る、ね。いや、もしかしてそうかもしれんわ。なるほどね。うーん。 興味ないやいや興味しかなかった今びっくりしたナルコレプシーらしいわナルコレプシー恥ずかしいナルコくん好きすぎだろお前オヌタくんいくでーオヌデくんちょっと似てんなウレタ君。 <laughs> 寂しいこと言わんでやいやー、浦島坂さんに一人は欲しいよね、<laughs> なるこくんね。前にさ、千蘭、ね、が教えてくれたアプリで、あ、俺もいびき書いてんな。あれ、本当に寝てる時間を録音してくれてんねん。えー、で、千蘭のを聞いたら確か,なんか爆発音みたいなさ。そう,そう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 。えー、そうあれ、やばかった再,再現して。どんんな音も知らんかも ええ本当にクッみたいな。ええいやほんまにね、あるんすよ。そう。なんか一回ね、配信に載せたことがあって。ええ、そんな恥ずかしいこと要するな。いやいや、もう自分でも驚くよ、マジで。いびきがゴワーってなってるってことやろそう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 。なんか声の終わりみたいな音してんのね、ほんとに。声の終わり。クッ途中でクッって言って息を吸わない時間あったもん、確か。怖い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 。 あれ聞くとね面白いがあるんだけど途中で無呼吸症候群になった瞬間になんかまずいものを聞いてるみたいな雰囲気になるんだよかだいきなりなんかほら呼吸とかって別に意識してないのにそれがさ止まるってさやばいよなあえは えめん、ごめちょっと今、これしょぼいとこやわ。ああ、全然、ちょっと、それでしょぼい。ある、ある、あるの、そういうのが、本当に。やばい。ってお前、死ぬって。波形がんで、波形が。怖い、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 怖い。すごい。怖いわ。これね、まだ、でも、マシなやつやわもっとやばいのあったんやけど、それ、今見つからへん。今のだいぶやばいよ。それで、どれくらい前なの。おしいやん。これでな。う これでね、えっとね3年前にな,るかな3年前か今いるのニューセンラってことか。なんか、でも、どのみち睡眠の質が悪いっちゃうの <laughs> えセンラどれぐらいちゃんと寝れてんの,その時間で言えば。時間で言えば結構寝てんねんけど、質悪すぎて、<ー>多分実質睡眠時間が多分この頃は、うん、例えば7時間寝たとしても、ほんまにちゃんと寝てんのに3時間とかやったんじゃないかなそういうことか。そうそうそう,そうそ確かに眠いはずや、ね、で。 なんか最近は違うんですけど、レム睡眠だっけ？そのすぐ起きちゃうとかって確か。そう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 。出た。なんか犬とかあってレム睡眠らしいっすね。熟睡する時間が少ない。すぐ起きるよね犬とかって。そうそうそう。それと一緒なんじゃない？もしかしたら。犬なん？うん。ワンちゃんや。ワンって言え。や違う違う違う俺よりも坂田のショートスリーパーの方がよっぽどやばいやいや俺でも普通に俺眠ら俺眠らんもん。悪いけど。それ大丈夫か。 どっかにきっと来てんでそれは。来てんのかなあなたのあなたのは大丈夫喉から喉から来てる鼻から。喉からも来てないし全然大丈夫。頭からな。頭から。おい頭から。頭から。頭から。あ、物理。どうしようもないやつに。脳から。 でも夜ってちゃんと寝ないとなんかハゲるらしいからそろそろなんかしっかりちゃんと寝たほうがいいよ。ほ、ねうん、ら。睡眠、うん、大事よ。睡眠大事。じゃあほんまに頭からになるっ俺らね。うん、俺らの最近の頭の色やばすぎやもんな。やばいね。攻め攻めやから。<laughs> 攻めすぎてるやろ。<laughs> 攻めに攻め取るからな。うん もうなんかだってたまに映像だとき信号みたいになってるもんね。きれいって思いながらみんな頭大事にしようか。頭で頭皮、髪の毛を大事にしなきゃね。大事にしようか。じゃあ今日何の日うわきたいつもの。前は坂田が聞いたりとかしてたけど。やらねばならぬ。じゃあもう言わなくていい ジョンチンクリ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 ンンリンチンクリンチンクリチンクリン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 チンクリ日チンクリン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  そう、シゲを記念日です。ああ、そうなんや。シゲさん。そうなんすね。シゲさん。なるほどね。で、今日の誕生日ははい、はい。えっと、あれ、ソリヤアキラ先生の誕生日です。ええ、ー。えー、ドラゴンボール。つっか、んもおおんそう、最近でも浦さんドラゴンボール読んでるみたいな話してたよねそうっすね。まあ、基本的に追ってはいますね。スーパーでしたっけ。もう追ってますよ。そう、スーパー、スーパー、スーパー。へはー。まあ、原作が。ドラゴンボールってさ。はい。 うん、とりあえずなんか俺らの世代は全員通ってくるみたいなのあるけど全員通ってんのあった俺通ってない通ってないうわ,いうわ国民や <laughs> <laughs> 逆に言してちょっと逆に言いたいそれ何で何何何ドラゴンボールとスラムダンクって絶妙に俺らの世代は狭間の世代やで。 実はねでも俺らより若い子はむしろドラゴンボールが朝にやってる世代やったりするからそうねどちらでもワンピ世代ではあるよね。そうそうそう俺らハマってないねんで世代的に。でもほらあんなにほらあのんていうの机とかさカバンとかさドラゴンボールの。 ものでさ、だいぶ溢れてたのに、よう今日見てなかったの、お前ら。全然、俺の周り溢れてなかったも、んドラゴンボール。え、そうなの。そんな溢れてなかった。京都って、そんな遅れてんの。今日お前言うたら。お怒られる。お前怖いやつ。お前言うたな。怒られる。怒られる。騙されろ。騙られる。ちゃうね。あれや。ん逆に言うけど、ドラゴンボールを知ることを。逆に、昔の作品を、その。 ね、今はともかくとして、当時知って逆に遅れすぎちゃうそれ、文明が開花しないの逆か。逆か。俺なんて愛読書ブリーチって言ってたから。うわー、挽回してるわ、挽回。好きな挽回は。なんだと。好きな挽回は。大紅蓮レン丸うわー、クソザコ。ひつがやとしろ。即即愛善にやられたやつな。 一番人気ですからねあいつね。ひなもりがやられたかなんかで、俺はお前許さんわみたいな感じになっ。えなんかマーシーのこれは俺の青春やって漫画なんかあったりすんの。漫画でも読んでこなかったからな。え。ま彼パリになったからね。アニメもアニメを全然見なかった何に何にハマってたん？キャだから。ゲームやったな。洋キャだからね。ゲームか。うん。キャだから。 陽キャなんですか。<laughs> 関係あるんかな、それは。うん、彼は陽キャ,です陽キャで。あそこは関係あるのかな。最近はもう、むしろアニメとかって陽キャの、なんかね。うそうね、文化になってるもんね。まあ、んまねまでにやってるよね、うん、もはや、ね。<ー>最近は。どんなゲームやってたんですか、当時。当時、まあ、それこそバイオとか、ファイナルファンタジーとか。お<ー> K やね、あんま任天堂のゲーム、あんまやってこんかったかな。 ね、<ー>家になかったからね,ね64とかなかったからプレス的やなえ、ね、ちなみになんか、うん、どちらかというのイメージやけどなんかイニンテンドのゲームやってるやつ陽キャみたいなイメージあるわ ソニーとかあっちへに行くとオタクみたいな。ま、あだってザ・ゲームやもんな、なんか。そう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 。ニンテンドーの64とか、なんかみんなでワイワイみたいな感じのね。そうそう、パーティー系しかないやん。もう、はいはいはい。楽しい感じですね。なるほどね。確かに、確かに。確かに坂田のバイブル漫画はあちなみに俺はブリじゃなくてミスフルやけど、嘘つくミスフルなお前。ミスフルで育ってるから。育ち方か。 俺マジでドラゴンボールかもしれんな。だって俺初めてさワックスをつけた日あんねんけど。なんなだワックス。ラジのタイトルみたいな言い方が。俺が初めてワックスをつけた日。さ戸田さんが。とりあえず髪の毛全部あげるやん。もうスーパーサイエンスみたいに。で、ちょっとした束を。 っててらし孫やばいな。なんでお前初めてワックスつけるぐらい色気ついてんのに作る作品がドラゴンボールなのいやなんかもうなりたかったやろな、スーパーサイ人に。なるほどな。ドラゴボか。ドラゴボ。ドラゴボってやつ。しかもね、その日なんか多分ね、あんまりいい日じゃなかったのよなんか誰かの亡くなって何周期みたいな感じの日に俺ご飯で行ったもん。なんでだ すごいな、お前。間違った祝福の仕方や。弔い方間違ってるぞ、それ。はそうなんよね。いや、なんか、テンション上がっちゃったんでしょうね。ああ、なるほどね。倉田の、そのバイブル漫画は。俺、烈火の炎かな、わかりますか。わかるけど。うん。ちょっと渋ないか。渋すぎんな。あ、ちょっとね、記憶があって、なんか休む、あの、熱とかでさ、学校休んだりするとさ。 だいたいなんか昼ぐらい過ぎるとちょっとこうなんか治ってきてなんかしたいなみたいなのあるじゃん。でその時にちょっとじいちゃんがなぜか烈火の方のを買ってきてくれてへえ思い出あるなそうだからなんかちょっと、ね、それ覚えてるんだよねで次の缶がなかったから買ってって言って全部買わせた <laughs> いい話にあらすいませんマスターに買わせた。 ローシンに。ローシンに買ってもらいましたまあでも、目に入れても痛くないんやから、きっとそれ言われても可愛かったんやろうな。<laughs> 確かに。ね、いいね。劣化の炎で育ったウラタヌキと、バイオハザードで育った島と、ドラゴンで育ったサカタとミスフリーで育ったセンラで構成されていこんですね。あと、タイガーマスクで育ったサカタですね。 なんでちょっと古くなってるの。めちゃめちゃ古いやん。知らんねその世代は。寄付寄付する？やっぱ個人出身でみたいな。なんかさ、昔のさ、なんか親父とかの世代のものをさ、おろいでこれっつってさ、無理に押し付けられた時期ってみんななかった。なかったかな俺は。なんか俺鉄人鉄人二十八号とかなんかそういう名前のやつとか。うん。

ダグオンってどれだっけべべダグオンな、俺な、月曜日でなダグオンの話な、2、3回出したことあんねんけどな、いつもこの反応なんの知ってんねん。何だろう勇者指令、ダグオンね。 そうかっこよかったのダグオンダグオンねダグオン絶対好きやったねみんなダグオン調べてダグオンなんかファルコンみたいなあのなんかついてる勇者司令ダグオン勇者司令ダグオン知らんね懐かしいこれ格好だったなダグオン頭ちっちゃすぎやろガオガイガーみたいなもんだもんな等身のこと言うなガオガイガン世代だってガオガイガン世代だってサッカーすんのかこれ こいつらはサッカーキャラもおったよ、確か。おったんや。しいいか一緒これサンライズかもしれない。どうなんだろう。でも、ロボットアニメってサンライズみたいなところは。そうね。ちょっとね。サンライズですね、これダグオンは。それで言えば、アニメだけじゃなくて、俺らはなんかそのヒーローもだいぶあったよね。はいはい。俺かカクレンジャーです。わきた。 隠れレンジャーでした。健健一こすぎやこすぎさん。れレンジャー世代で隠れレンジャーで育った。育った。マは、うわあ、俺んやろうな。何レンジャーやったかな俺。いや、俺でも自分の世代のレンジャーじゃなかったな。何レンジャー？何レンジャーじゃん。昔の俺あの。十レンジャーか？大レンジャーか？ゴレンジャーやな。ゴレンジャー。古すぎやろ。そう。初代だっけ？ 俺の地域なんか昔のアニメとかめっちゃやっててさそれ見てずっと育ったんだよね。だからそのアッコちゃんとかさ秘密<ー>なアッコちゃ ミツバチアッティみたいなやつとか、昔の未来少年コナンとか、そういう昔のアニメをずっと見てたから。なるほどね。マーシの地域ってどこかちょっと住所教えてもらっていいか。言わねえな。言わねえらしいです。言わねえよスーパーセンターより仮面ライダーにはまってたかもな。おえ、いいっすね。仮面ライダー何やったんアギトとかじゃなかった、多分。クーガとかじゃないクーガかもな。クーガ、クーガ。 うわあ、懐かしい。夏いな。うん。本格的になんかハマったのは、電王からかな。電王みんなハマってたよね、なんかね。電王ハマってたよね。でも結構電王はさ、もう俺らがもう青年期よね、感じる。そう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 。ね懐かしい。キバットバットとかおったな。それダブあれダブルだっけ、それ。どこキバだ、キバだ、キバ。 全然違うあやっぱりみんなイケメン好きやから仮面ライダーの話めっちゃついてきてるでこれ<ー>もうコメントの差が違うわそうよ <laughs> <に>さっきのレンジャーの時知らん誰とかなんかそ <laughs> <laughs> んな感じだったのにもう俺が大好きやったブルースワットは誰も知らんのじゃん誰や何だってブルースワット知ってるかもしれない何やってんだって食いつくなそこ知ってるかもしれん<俺>。ブルースワットが俺ブルースワットの座ってどこだよ

3歳の誕生日の時にブルースワットのエンディングテーマを歌いながらチョコレートケーキの火を消してるム <laughs> あの動画 <laughs> ビデオで撮られたやつたまに見るぐらいうん、うん、あのー、俺当時ハマっててブルースワットねブ,ブルースワットブルースワット見てた俺これそうすご今日1の回しの反応じゃんもうこれ以上ねえぞね 今日というかもう今年1年で一番の反応やろ確かにねいやマジでマジでこれ懐かしすぎてし夏やろいやめっちゃ見てたかってんブルースワットかっこいいしなるほどかっこよかったうん。俺だってブルースワットがロボコップの中の人になりたいと思ったもんあいいねロボコップも良かったね普通に妖怪やけどヨーやけどうんわかるわ当時親父に見せられたロボコップもロボコップ俺も見たなグルスギャル なんかね、かっこいいよね。なんかターミネーター元祖みたいな感じのたいです。そうそうそう。俺、リュウキ好きだったな。リュウキかったね。リュウキはもうめちゃめちゃ好きだった俺も。リュウキかっこいいよ。結構でも物心ついてたな、リュウキの時って。いやもう結構しっかりしてた時期よ。そうそう、小5とか中学生、小学生ぐらいか。そうそうそう。クーガアギとリュウキファイズ。これ、剣剣でなんていうんだ。ブレイド。ブレイド、ブレイド。響き。 兜、電王、牙、ディケイド、ダブル、オーズ、フォー,ーゼ、ウィザードもう全然わからんなウィザード見てんなー鎧にブーで何だよシャパドビ変身変って流行ってたやつだよそ,そうかなもうニコニコ動画してたもんその頃そうやなドライブ、ゴースト、エグゼイド、ビルド、ジオ、うん、ゼロワン次のやつのカメラ名前考えよ俺だっていいね <laughs> えっとエグゼグディブ なんか被ってるやん。何でプロデューサーみたいな。無限とおり。えもうそろそろ無限とか来るでしょ。インフィニティ。そう。そうそうそう。俺漢字で行こうかな。おいいね。いいですね。ガイムとかあったやんか漢字やったら。ガイあこれが鎧に部でガイムっつのもしかしたら。だから。 タケシタとかうなんでだタケシタ通りじゃん。なんだカメラジクな。カメラライダータケシタ。なんでだよなんかありそうやん、もう。スッテン。ってなんかシンプルに行こうみたいな感じの。ダメ。ダメだ、ダメらしい。絶対にダメだ。他考えてみようじゃん。えっと、もうブラックとか昔あるからな。あるブラックはあるよ。とりあえず中二の名前をつけるっていうのはダメなんかな。ありやな。やってみてごろさん。 仮面ライダードリル。ダメかもしれない。下ネタかなって一瞬思われそう。いや、俺、まず、一瞬も思わなかった。一瞬も思わなかった、びっくりした。お前だけやろ、それ。ここでひらめいてん。びっくりした。かなっていうところは。そうか。誰も思わなかったぜ、今。びっくりした今。埋めるとこだったぞ、お前のこと。危なかった。 あれゃやっぱ今のいろいろバーチャルカーソの入ってるから仮面ライダー V とかこうあ仮面ライダー VR ありそうじゃない仮面ライダー VR? ちょっと自分でするやんそれ「せきや!」とか言って一人でやるだけゲームやんえじゃあ仮面ライダーのヤイバーとかですかね仮面ライダーのヤイバー道うぐ秘滅やん 鬼を倒話でさ完全に乗っかったねしかももうちょっともうね去年のすごい一大ブームやからさちょっと時期をあれしてるけどそろそろ乗っとこうみたいなそろそろ遅い遅いけども仮面ライダー回戦になるよじゃあもうそうだね呪術をなんかしそうだね仮面ライダーゲリオンとかになるかもしれんなゲリオン 仮面ライダープペロになるかもしれんしな。それはなかなか面白そうやけどな。さあ、じゃあそろそろ始めますかはいタイトルコールをマシお願いします。おっ、マシだ。うらしますさかのせんはマシュだマシだマシだうわイェイイェイじゃあそのままお願いします。はい えー、浦田さん、島さん、坂田さん、さやなさん、そしてラジオを聞きのクルーの皆さん、はじめまして、花団子と申します。花団子四4月になり、私は大学生になりました。うん、ふるさと故郷を離れ、初めての一人暮らしです。そこで質問なのですが、皆さんは一人暮らしで、絶対にあった方がいいものなどはありますか教えてくれるとりです。ハル<金>も始まり <laughs> 楽しく忙しい時期ですが、皆様、<悪>お体におけ、 お気をつけてください私はオンラインライブで参戦します。ーまた、笑顔の浦島坂田線の皆さんを見ることができると思うととても楽しみです。これからの活動を心から応援しています。大好きです。どーンん。なんだちゅうて、ん、確かにちゅうて書いてありますからね。<で>書いてあるな。なんだこれ。絶対にあった方がいいと思うものーイえーイ金ー金以外、<laughs> 金以外で具体的にいこう,うーえー、ゆきち。 はい雪人一票入りました。よっしゃやった。金なんだよな。他のみんなは？やったね。これはね。うん。もう俺答え出すよ。なんだ？頼れる友達でしょう。出しちゃった答え。出しちゃいですね。えうん。 間違いない。なんか違うみたい。いや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 。大事、大事、大事。でも、お金。えっと、なんか、あの、薬セットみたいな。救急箱。救急箱ね。その、薬とかさ、その、頭痛薬とか、の薬とか。風邪ひいた時、一人やもんな。そうそう、一人やから、もう、お母さん病院まで連れてってができひんから、ある程度、薬で何とかして、こう、頑張っていくみたいな。いや、でもそれ、頼れる友達がいれば、 なんとかなるんじゃないかな、坂田さん。まあまあまあ確かに。なかなか難しいからね。俺はティファールみたいな電気ケトル。ああ、便利な。便利だね。でもそれも頼れる友達に入れてもらうとかどうかな。頼れる友達、どうせ入れるやん、もう。れでもね、全く関係ないとは言い切れないけど、最近急に気になってるものあるよ。何切り。ありえ、なんて爪切り 違うよ。<laughs> あのほら、なんていうの？じょ<ん>、なん、なんていう名前だったかな。ほら、<ょ>水、冷たい水、温かい水とか出るあれ。なんなんてう、ウォーターサーバー？ウォーターサーバー,すげー。あ、はい、はい。最近なんか気になってる。えー、大学生の一人暮らしで家に俺ウォーターサーバーあるやついて発達したいわ。ほんん <laughs> いやでも要欲しくないなんか水を冷たいやん。便利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 。本気贅沢しとんねんこいつみたいな。 初めての一人暮らしで1年目からウォーターサーバーはあかんわ確かにな。それはないな。ちょっと。我慢せえ、ちょっとぐらい。しかも、ウォーターサーバー意外に金かかる。金かんだぞ。でももしかしたら家でずっとプログラミング作って、なんか一人でほら、起業してるかもしれへんやんか。二ネルを作ろうとか言って。何を言うてんねん、お前。どんなやつすげえ。確かにそれやったらいいけど。それやったらいい。大学1年生やから。 そう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 そ<ー>そんなやつはもう大学行かずに社会に出た方がいい <laughs> 確かにね, <laughs> ねでもなんかウォーターサーバーを持ってる身からするとんか最近はなんかコンビニで結局飲み物買っちゃったりするんだよねっていう,うああお水以外よってことね、えー、そうなんかお水で作れるお茶とかのやつも買うんだけどなんかもともとやっぱお茶あった方がいいなとか思ってやっぱ買っちゃうんよ あ,あ、別よね。そうな別なの,別なのあってもね、う,ん,うん、あ、そう、なんか結局ケトルのがいいかもしれんよ坂田君。そうなの。うん。 ケトルって何あのお湯はお湯作れるやつ一緒でああれかあれケ,トルケトル分からずに俺の話聞いてたんや,や興味なかったから興味ない,いやしね流そうと思ってわ <laughs> かんねえ流すほん、ま、かんねえケトルって何だ聞けちゃんとけ <laughs> 初めて自分によく会話にあ向いてきたからケトル聞かなあかんと思ってここで <laughs> 今まではセンラが勝手に話してるだけやしなな何やよ分からんこと言うとんなこいつみたいな。面白いこいつ。天才じゃん。天才おったなほんま。そんな感じです。はい、よすはい、じゃあ次はサカタお願いします。はい、わかりました。読みます。え浦田さん、島さん、サカタさん、センラさん、こんばんは。こんばんは。今もずく食べたい。ひーちゃんと申します。ひーちゃん。まず武道館公演 2days。今日滋賀公演。 お疲れ様でした。お,お疲れ様でした。問題に入りますが、浦島沢田線の皆さんは、学生の頃、クラス外での思い出はありますか私は、貼り出された紙を見て、自分のクラスと番号を確認したと思っていたら、似た名前の人で、下駄箱で鉢合わせ、カッコはてな、してしまい、めちゃくちゃ恥ずかしい思いし、恥ずかしい思いしました。えい、ー、ん笑い、どっちやねん <laughs> 良ければ浦島坂賀田選の皆さんのプラスガエピソードを聞かせていただきたいです過去にお話ししていたらすみまめん <laughs> いつもジョイマツキか長くなりましたが <laughs> 浦島坂賀田選の皆さんと出会えて楽しいことがたくさんありました本当に幸せをいつもありがとうございます春ツアー春ツアー,、えー、ツアーあ、残りの公演も各地に春を届けてくださいずっと大好きです <laughs>、えー、書いてあるんだよな書いてあるはい、うんうん 今好きなはお前やろ完全に。<laughs> <laughs> 言うて変んねんスイマメンなんて。<laughs> 自分でやって自分でほん <laughs> 自分で火つけて自分で消すなほんまに。今度はやってしまった。なんだこ <laughs> の仕業。うんうん、クラス替えでの思い出。うん。俺はひどい感じでしたね。うん、えどういうことどういうこと。ううことあの仲良し四人組だったんですよ中学校の頃。うん。 中2なんですけどうんあ中1中2が一緒だったのかなで仲良しだったのに中3になってそいつらだと離れ離れになり1人だけそううわみたいな感じ超悲しかったです悲しいねそれもうダメだったわうじゃ中3はもうじゃあちょっとしんどかったしんどかったし俺先生に言ったもん何で俺たち仲良しなのに引き離したんすかっつってそんな言うん何て言われたん なんだっけなぁいやー、なんもちょ、覚えてねえわ。<laughs> クソが。なるほど、ね、それが人生だとか、深いこと言わんかった。言われる方言われたかもしれん、もしかしたら。うん、ああ、うん。まあ、あとは受験とかだかあったろうから、仲良しと一緒にさせておくと、勉強しないかもしれんみたいな。うん、あーあー、なるほどね。そん,なそ,そんなんは言うな。そんな逆にするやろ。<laughs> で、いや、ね。忖度せんかったのが、多分正しい答えなんちゃうかな。もうなんか適当に。ボケが。<で>くじ引きかもな。 他の三人、他の二人は？僕好きな人だからずっとその人と一緒がどうか確認してたよ。おお<ー>、めっ,ちゃ知ったにした一緒のこと結構多かったよ。なんか一回だけ使ってたかな。えー、なんかでも普通に大体ほぼ一緒やった。だからすげえ。ま、仲のいい友達より一番最初に確認してた。へ、えー、あ,あるよねでもね。あーわかる、めっちゃわかる。うん、あるある。 で、ついでにのいのやつおった。ラッキーみたいな。へぇー。あいるやん、みたいな。一番はそこね。そうそうそう、そこだけ確認しますよ。告白した告白告白したうん。してねえな。なんだ。あできなかったね。なんだ。なんだ。根性なしやからな。雑魚人間やめろ。 やめる。厳しすぎマって言ってごめんなさい。いいやごめんね。まさに墨あめ。あら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 。なんつって。なんつって。肝すぎやろ。肝すぎやろ。なんやねん。でジョイマンどう思う？誰がジョイマン？あとあとどっちどっちだよ。どっちがジョイマンかによって気になるわ。えじゃセナはどうセナはどうや？あじゃ俺かい。俺がジョイマンかい。うんどう思う？ ジョ,イマンはジョイマンはねそうねクラス替え覚えてんの小学校5年生の時のクラスが一番覚えてるな,なんか3年生4年生1年生2年生一緒で3年生4年生でまた変わってで5年生6年生一緒やったんやけど。 3年生4年生の時すごい楽しかったイメージがあって「えでこのクラスよりいいクラスなんのかな?」みたいな期待してて5年生の時クソつまらんクラスやったっっ <laughs> あるある <laughs> えそ,のその原因は何やったんそのなんかおもろいやつが少なかったとかそういうこと

校の時はね、好きな子とクラスが一緒かなってこう確認してことごとく外れてで、全然仲良くないような人たちと。うん 一緒になった記憶があって毎年その初めの4月とか5月はしょんぼりしてたねなるほど思ってた通りになかなかならんよねあれってちゃんと先生に聞いたかなんでなんで付き放したんすか僕と俺じゃこの関係をって言って俺俺だ俺俺知らんやろそれ俺それ俺あそうか。え告白した告白した告白告白してない雑魚根性なしがよ。 人間やめろ、お前生まれたこと後悔しろ後悔しろあらら、ジョイマンだ。関係ねジョイマン出すなほんまじゃあ、次のタイいきを見てみましはい。お願いします。はウルタさん、シマさん、サカタさん、センサー、ウルーさん、皆さん、こんばんは。今誰だ手に水い針が刺さっていいレイカと申します。魚突然なのですが、これはなくなったら困るというアプリはありますか たくさんアプリがありますが一つだけとなるとどのアプリを選びますか教えていただけると幸いですここまで読んでくださりありがとうございましたこれからも素敵な公開を続けてくださいずっとずっと応援してます大好きです,ですなるほどねアプリりカルビの話か<ー>アプリ,かぶりアブリカブリの話です<ん>一番使ってるアプリ一回これあれ見れるんじゃんほらあれでさえどうやって見るんだなんかあ見れるねの見れそうやんなど<そ>ど見れのみんなも分かるわおなんや ツイッターやろみんなどうせ。あ、ツイッター e r とないやな、確か。にでもそれなしにしよう。さあ、おもんないから。ツイッター俺もなくてもいいかな、別に。ツイッターじゃなかった場合は。どこでみんな、こでこれバッテリーで見るやつスクリーンタイムみたいなの見れると。過去1トーク。スクリーンタイム。これか。何スクリーンタイムこれか。スクリーンタイムだから。あったあった。あ俺、オンにしてなかったわ。終わった。うわ出た 俺あれやわ1位サファリ 2>,、うん、2位ツイッター、うん、3位に YouTube 来て4位に LINE 来てるから俺 LINE ちゃんと見てないかもしれんな <laughs> これ YouTube の方見てるやん俺確かに見てんな <laughs> 過去10日どうですかツイッタ <Twitter> ー 23%LINE20%YouTube12%、うん、サファリ8俺って あれだね、ツイッターツイキャス電子書籍の順番。電子書籍あ本読んでね。ラインが2番目に来ねえな。ラインとかめっちゃしたねんけど。ライン2番目俺。2番目二番目。本当俺、サファリずっとネットニュース見てるよ。ああ、サファリは結構メ無限に見てるよね。無限に見てるも、あ、こんなニュースあんのやとか見て。 でその辺のコメントとか見て、ああ、こんなふうに思う人いっぱいいるんやっていう感じ。C はネット民ですな。C とト民やな。1がツイッターで2がマ娘でサインが写真。ラインね。写真。おめえらライン。自撮りとかみんなもしかして。いや、自撮りじゃな多分動画とか、かとやもそのダンスとかの動画ああ、なるほど。えらい。

次のお浦田さん、島さん、坂田さん、千ナさん、ク <laughs> ルーの皆さん、こんばんは。<laughs> オニオンと申します。おすごい岡山公演に参戦していたのですが、ちょうどモンハンについて話題が出たので、ライブの翌日からハンターになりました。うん、前作もすごく楽しかったですよね。早速ですが、皆さんに質問があります。も<あ>もっともっと引っ張れ、うん、ああもう4月に入り 新学期の季節ですが新しいクラスや学校で浦島坂田線を紹介しクルーを増やす時期でもあります。おおや私はそれぞれの個性や仲の良さをこれでもかと早口で語るのですが皆さんからここを特に紹介してほしいぜというような要望があったらお聞きしたいですす、うん、みませんこれからも浦島坂田線の皆さんの活躍を陰ながら応援させていただきます。うん 今,今陰ながらやっぱ女子高生の間でジョイマン流行ってるよねやっぱりねってる流行ってるみたいだな <laughs> 流, <laughs> 流行ってるふうに言うな <laughs> <laughs> 流やってるぜ流行ってへんねんそうだぜだ俺なんか毎回思ってしまうけどさ無理してさ <laughs>、うん こう無理にこう押し付けるとさ余計離れていくんちゃうかなって思うからすごいそのなんか浦島を楽しんでる自然なところをこう見せるってのが俺一番の復旧なんじゃないかなと思うよねおお確かにそう思った何かき音楽聴いててそれ何聴いてんの浦島坂田先生とか何,何動画見てんの浦島坂田先生とかそういうふうにやった方が天才現るそう天才,天才現る無理に押し付けるもんじゃねえんだよな確かに やるじゃん。あの、これいいでって言われて見せられたやつ、だいたい最初だけでは良さわからんよね。わからんし、むしろ離れんねん、なきも行けば行くほど。はいはいはい。そうそうそう。なるほどね。以上です。はい。いいと思います。結論が出ました天才はい。イラストコーナーわいでは、1枚目を。はい、しんせんお願いします。はい、シンシャ

ハルツが開催されましたね。ハルツが開催されるまではずっと無事にできるのかとか、物販とかどうなっていくのだろうとてもとても不安でしたが、対策などをしっかりとして今無事にライブができていることが心の底から本当に嬉しいです。<ん>最後まで感想できることを願っています。トラ さらに今月の下旬にはオンラインライブもありますね。やっぱハルツのライブ応募しましたが残念ながら落選してしまったので今年はハルツは参戦できないのかなと悲しんでいたところオンラインライブ開催されるという発表があり嬉しすぎて親に即報告しに行き嬉しさを熱く語ってきました。過去い <laughs> ハルルツファイナルとても えー、楽しみで今からワ前置きが長くなってしまいましたが <coughs> 先月浦島坂田線メジャーデビュー5周年ということでイラストを描かせていただきました、うんえー、制服姿の浦島坂田線の皆さんとちょうど桜の時期が近かったこともありましたので桜の下で青春しているような感じにしました クオリティが心配ですが、<ー>温かく見守っていただけると嬉しいです。これからもまだまだ先行きが不安な点があり、油断できない状況の中ではありますが、お体にはお気をつけください。浦島坂田さんの活動を応援しています。大好きですサンキュー,おーネクタイもね、しっかり書き込んでくれてありがたいね。うん俺ネクタイないちゃんと春感出てるね。ね春感出てるよ、立派に書いてくれた。俺はネクタイがない。 ブラタンは、まあ、パーカー族ということでね、ーーねおしゃれ、おしゃれ、きですね、完全着こなしがね。俺は俺はない 残念ながら今回はないということで次書くときはぜひ裏谷もネクタイ書いてあげてください。とネクタイの場所は頭に巻いてください。それはもう酒のお父さんや。古いタイプの酔っ払いの描写ですからね。絶対になんかちっちゃいお土産持ってんねの。ちっちゃすぎるって。誰のお土産みたいなやつで。 何のやつなんだろうな、あれな。ね、あれね。だいたい鯖寿司とかでしょあのフォルム。ちっちゃすぎ。シュウマイかもしれない。シュウマイとか。餃子とかね。はい、ありがとう。ありがとう。じゃ、あ次のイラストを坂田お願いします。坂田です浦田さん、島さん、坂田さん、千良さん、そしてグルーの皆さん、こんばんは。のりまっきと申します。今回は、先日投稿された。完全燃焼春祭りのイラストを描かせていただきました。 コロナがまだ収束とはいかない中、様々な対応しながらの春ツアーの開催には本当に頭の下がる思いです。この楽曲のハシバシうん。かな2、今だからこそのフレーズが盛り込まれており、胸が熱くなりました。<ら>春ツアーが始まり、お忙しい日々をお過ごしと思いますが、最終日のオンラインライブまで皆さんが無事完走できることを で,できるようお祈りしています。そしてコロナにも負けず、これからの勢いに、えー、と勢い止まらない、浦島坂田線の皆さんのく、えー、後悔をクルーとして全力で応援しています。はい、カンカン今日もありがとう。20メートルごとにつまずいてたよね。今日もありがとうね。<laughs> 誰だ石を置いたやつだよなん <laughs> も,もないところでつまずいたの。お前が <laughs> おじいちゃん今日もありがとうね。ありがとう。いいですね。ちょっとエッチな感じもあってね。いいねこの微妙に H がないやつですね。あとは。H? エロさがないって意味である意味 H がないっていう。うまいうまいうまい難しかったけれどもうまいことにしておこう。うまいこれみんなありやとねこういうとみんな USSS つけてるよ。もう裏さんの。 おしゃれで。おい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 ンいのいッいおいおいおのグッズにしよう。いお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 いないお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 前おいおいおおい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  カメセンラーォルメもかわいいね。かわいい。かわいらしいですね。いいですね。はい。す素敵なイラストありがとうございました。ありがとう。じゃあ3枚目読ませていただきます。はい。読め読めサカタさん。やい、読みます。はい。うらたさん、しまさん、サカタさん、センさん、クルーの皆さん、こんばんは。初めて。 初めてトワタンと申しますトワタン初めてこの人名乗ったんかな <laughs> 初めましてじゃない <laughs> 初,め<ま> <laughs> 初めて初めましてトワタンと申します 初めてメールの方送をらせていただきました。今回、新曲、ブーフを書かせていただきました。エチエチのみすぎて、これは書かざるを得ないと衝動に駆られ筆を走らせた所存です。見てもらえると幸いです。最後になりますがツアーの開催おめでとうございます。まだまだ、気を抜けないこの現状ですが、最後までツアーが開催されることを願っております。体調崩しやすい季節でもありますので、お体に気をつけてお過ごしください。私もサカタセの活躍をこれからも応援しております。素敵な船旅ンてんてンてんてんてんです。てんてんンが見たよ。おー、かっこいい。 ブヒヒブヒ<え>みんなちゃんとあれやん。ミッションインポッシブルの衣装みたいになってるやん、ちゃんと。ちゃんとミッションしてるわ、これ上から吊るされても大丈夫なやつ。そうそうそう。そうそうそう かっこいい後ろになんかちょっと差し色みたいなシュッて入ってますねシュッて入ってるねちゃんと額縁みたいになってますしねえブーフーはもうちょっとエチエチのみすぎるしやっぱかっこいいしね曲がね浦島坂田線の楽曲で初めて急上昇に乗ったんじゃないか確かにあ当？乗りました初めてだったと思うんだね意外とスロースターターなんだじゃあ 村島楽曲として初めて乗りました。素晴らしい。意外とスロースターーってどういう意味合いかと言ってもらっていいや、ゆっくり進んでいくんやなと思って。再生数伸びてるやつもいっぱいあるけど。ああ、なるほどね。そういうことよ。はい。ことなるね。納得しましょう。納得してください。はい。 いや、かっこいいね、こう、チョーカーとか、こういうなんていうか、なんやろうな、ちょっとエスっキのある衣装もいつか俺らも着てみたいね。いいですね。全衣装を作ってほしいわ、俺。ね、あの、ア楽曲のそのそう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 。確かにね、いかっこいいやろな、いろいろね。それは楽しみです。はい、素敵なイラストありがとうございました。じゃーんじゃあ、ラスト裏タン。 お願いしますはいはいなんどうしいこんな感じの衣装になったらみんな吊り下がってから降りてくるでとそうそう上からねエプコティアしてんじゃねえかそれはいはいト4ま目お願いします浦田さん島さんサカさんセンさんそして黒ルーさんこんばんはエマと申します今回帰りザキのイラストを描かせていただきましたおお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  やなもう一度、<laughs> 春ンのステージに向かっていくというようなイメージで書いてみました、ね。<laughs> うん、後ろ姿を書くのは難しくて時間がかかってしまったのですが、曲を聴きながら書くのがとても楽しかったです。そして、はい、春ルツは真っ最中でお忙しいとは思いますが、皆様、<laughs> お体に気をつけて頑張ってください。お会いできるのを楽しみにしております。これからも全力で応援させていただきます、みまめ、ね。大好きです。 大好きですありがとうやっぱりジョイマン。中学生には行ってるみたいやね。やっぱジョイマンが行ってへんる。なななな。誰誰ですかって言うぐらいの感じや。き綺麗な、すごくな。きれいな姿がね。すごいきれいや。ねえ。久しぶりに山田のが参上している。なんか、道道道道ってギョが似合いそう。 <laughs> 出てんのしっぽだからこれしっぽだよ。見て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 って。登場するかん <laughs> 何,食何食うてん。何食うてんやこいつ食食ってる。食ってるとかじゃねえだろこれもう。<laughs> 記念撮影するよっていうタイミングで見て見て見てプル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 って振れた。かわいい。 いいですね。後ろ姿いいよね。後ろ姿ってさ、俺らもさ、結構さ、モニターとか見てるとさ、後ろ姿は結構見れるやんか。そうね。結構、後ろ姿好きよ、みんなの俺。おお、にキュに。後ろ姿しか出ないエモさってなんかあるよね。いいよね。わかるわかるわかる。いいですね。いいですよ。デウス。デウス。 撮影の時記念撮影の時とか後ろ姿やけどははははいいいいみんなのんかこう個性が髪の毛に出てたりするからいいなはい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 そろそろねセラさんもあの髪の毛をあのキャラクターに告示させた感じでああ片方伸ばすってこと片方伸ばすよそろそろいやちょっとななんやあのイラストに文句あるってことなんかお前 いやいやいやあれは最高のイラストすぎてちょっと本人がやるとちょっとしんどくなるなっていう。ちょ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 だけちょっとだけちょっとだけやろうや片方だけのちょっとだけやろうや片方だけ伸ばそうやサカタだってやってないじゃんええおサカも確かに前髪やってないお前はええサだって前髪やってないじゃん。 やってるよやってないじゃん俺だけやってですね俺だけ完全再現したことあるわウラタンはだってやりやすいジャパテスジャパテスだし真ん中はんで緑じゃないねなんでじゃないね。なんで緑牛じゃないね俺のせいじゃないよそこ。はい。 いいですねという感じで素敵なアイラストありがとうございますジャンボー,、えー、はーい以上ですリーダーはい、大丈夫ですかノード平気ですか、うん はい、というわけで皆さん、浦島坂田さんの月曜日、218回は今日で終わり。お、ちょうど22時。今日で終わりです。今日で終わり218回は今日で終わりです。毎回終わるからね。毎回終わるから。皆さんね、あの、残念。突然こんなふうに終わって、ビビるやろな。打ち切りされた浦島坂田さん。皆さんに残念なお知らせとしては、218回は今日で終わりということで。あっさりはい。もう22時ちょうどに終わりましたよ。本当だね。ああ、本当だ。 218回は最終回でしたね。来週二219回は最終回。回回は最終なので次の219回の最終回でまた会いましょう。次、番決編でございます。毎週は最終回。今週は何かあったかちょっと見てみようかな。今週は大丈夫そうですね。えっと、マーシーが何かあるかぐらいですか。 私はそうですね、リリーベーが。リリーベーが。あ、島さん。島さん、ワンマン、おめでとうありがとうございます島ワンでも、昨日か一昨日ぐらいで応募終わったよね、確か。今日、今日、今日今日かあと1時間。あと2時間。ほんとだ。じゃあ、もし、今回の魅力をぜひ。10秒で。10秒で。えっと、去年できなかったすべてのものを詰め込んで頑張ります。よろしくお願いします。うわ、いいね !4。 ねえあ、まだ合わってんのこれ。えっ、ー、と、2> 2えっと、いいです。ガン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  <laughs> うわぁ、ネットコマーシャルや。ああ、もっとやれたね。ねあれいや、今からあの、一人一笑い取ったら十秒追加というシステムをきし。きつすぎだろうが。 まあね、あの、今月末にはオンライン内部の方も控えめに、ぜひね、チケットまだまだ販売中ですので、3日前で終わりますからね、確か。コンビニ決済の方は。クレジットの方は当日というか、翌日の15時、アーカイブまでは、アーカイブまでじゃない、15時まで行けますので。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは、皆さん。 また来週の219回最終回で会おうね。あい、219回の最終回で会いましょう。バイバーイ。最近 JK の間でジョイマンはやってるみたいやね。なな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 な坂竹家巻家。全然かかってない。坂竹家巻家。